現在販売している多くの車両がハイブリッドシステムを採用しています。ところで皆さんはハイブリッド車についてどのくらいご存知でしょうか。今回はハイブリッド車について紹介させていただきます。ハイブリッドとは組み合わせるという意味です。そのためハイブリッドカーとは自動車のエンジンとモーターを組み合わせて走行します。ハイブリッドカーは発進時モーターで動き出し、時速20キロくらいからエンジンとモーターで効率のいい走行をします。その後はモーターのみで走行したり、エンジンとモーターが協力して走行します。お互いの相乗効果で燃費の向上や排出ガスの低減を実現します。ハイブリッド車をご利用いただく際には注意点がございます。お客様から問い合わせの多い点についてご紹介させていただきます。バッテリーが上がってしまったのでつないでもらっていいですか。いいですよ。バッテリー上がりを起こした他車を救援する場合に救援端子を使用すると大きな電流が流れるため、ハイブリッド側のヒューズが切れて走行不能になります。ちょっと車で引っ張ってもらえないですか。いいですよ。牽引し駆動輪を回してしまうとハイブリッドシステムの故障につながることがあるので行わないでください。やむを得ず牽引する場合は駆動輪を地面に設置せず行ってください。 N レンジで停車を続けてしまうとハイブリッドバッテリーの充電ができなくなり、最悪の場合ハイブリッドバッテリー上がりにつながります。なので駐車の際は P レンジを使用してください。車種によって場所は異なりますが、ハイブリッドバッテリーを冷やすための吸気口がついています。その部分にホコリが溜まってしまったり毛布などをかぶせてしまうとハイブリッドバッテリーを正しく冷却できなくなり、メーター内に警告灯が出たりハイブリッドバッテリーの早期劣化につながってしまいます。詳しくは各社取扱説明書をご確認ください。またはスタッフにお問い合わせください。はい、普段通りの運転で OK です。燃費が良くエンジンとモーターで走りますのでパワーもあります。夏場のエアコンもハイブリッドバッテリーから電源を供給しますので快適です。急停車急発進を控えることで燃費の向上だけではなく安全運転にもつながります。ハイブリッド車で快適なカーライフを楽しみましょう。ご来店お待ちしております。